皆さんこんにちは、のばなーです。主婦の一日はスーパーに行くことから始まります。今日はディスカウントスーパーではなくてエデカにやってきました。エデカも安い時は安いのと、めっちゃ近くて便利なんですよね。バレンタインが近いのもあるし、今日はチョコレートを買っていきます。キッチンペーパーやトイレットペーパーがドイツは高いなぁといつも思います。皆さん、リッタースポーツのチョコレートは好きですか？今日はこのカカオクラッセシリーズを買っていきたいと思います。バリラのパスタが安売りされてるので一箱買っていきます。バリラがやっぱり美味しいんですよね。ソーセージの売り場に来ました。皆さん、フォルクスワーゲンのオリジナルソーセージを食べたことはありますか？子供たちが好きなレバーケーゼというソーセージを買っていきます。ちゃっかりフォルクスワーゲンオリジナルのソーセージをカゴに入れました。後で焼いてみます。ソーセージといえばカリーブーストでしょうか。カレーケチャップも買っていきます。赤い値札が大好きな主婦です。日本でもアクティビアヨーグルト売ってますよね。めっちゃ大きいティラミスが売られています。ティラミス大好きなんですよね。でもしっかりアルコールが入ってるので気をつけてください。さて、カリーブーストのお供といえばポメス、フライドポテトなのですが、今日はドイツ流のポテトサラダを作りたいと思います。義理のお母さんが作ってくれたポテトサラダが美味しくて、レシピを聞いたらこのレモラーデを使ったと言ってたので、私も買います。いつも小麦粉売り場は粉だらけ。後でケーキも焼くのでベーキングパウダーも買います。ベーキングパウダーがめっちゃ安いんですよね。卵も買ってきました。卵には数字が書かれていて、0はオーガニックの卵、1は放し飼いの卵です。卵は常温保存も大丈夫なんですが、ここに書かれてある日付以降は冷蔵保存と書いてあります。バターが安かったのでまた買ってきました。アールグレイも欠かせません。あとは夫のおやつ、アーモンド。私は歯科矯正中で硬いナッツ類は食べられません。それからいつも買うブロッコリー、どっちも 500g と書いてありますが、明らかに重さが違います。そしてまた安売りしていたので、じゃがいも 2.5 キロ買ってきました。ドイツはオートミールがめっちゃ安いです。そしてフォルクスワーゲンオリジナルのソーセージ、車よりも売れているらしいです。ほんまかいなですよね。このクバークを使ってケーキを作ります。牛乳も高くなりました。リッタースポーツのカカオクラッセシリーズのチョコレート、後で食べ比べしてみます。ビオのビターチョコレートも楽しみです。レバーケーゼ、レバーもチーズも入っていないソーセージです。先にケーキを焼きます。ドイツのレシピを参考に初めてクバークケーキ焼いてみます。
シピのケーキの型が20センチ、うちにあるケーキの型は18センチなのですが、きっと大丈夫と信じて作っています。このケーキの型、だいぶ年季が入ってますよね。はよ買い替えって思うんですけど、壊れてもないのになーって思いながら何年も経ってます。ケーキを焼いている間にドイツ流ポテトサラダを作ります。じゃがいもは皮がついたままお鍋で茹でます。時間かかるんですけどね。ドイツ人 YouTuber みんな皮ごと茹でてたんですよね。今日はドイツ流にこだわってみます。ピクルスの瓶詰めも使います。移すのを忘れたのですが、ゆで卵も4つ作っています。玉ねぎのみじん切りは辛いので一旦炒めようと思います。ゆで卵は入れても入れなくてもどっちでも良いと思います。私は入れるのが好きですけどね。
炒めた玉ねぎって美味しいですよね。あとはじゃがいもが茹で上がるのを待ちます。めんどくさいですが、頑張って皮を剥いていきます。ドイツ人 YouTuber を真似して、じゃがいもを切っていきます。さてここでレモラーデが登場します。レモネードじゃないですよ。レモラーデは日本のタルタルソースみたいなものですね。あとこのピクルス液も入れます。ドイツ流ポテトサラダの完成です。お次はフォルクスワーゲンのオリジナルソーセージを焼いていきます。しっかりとフィルムに包まれています。すごい面白い。よいしょ。どうやって取るのこれ。見た目。ちょっとさ、爆発したんやけど。
美味しそう。ケーキはちょっと冷ましてから食べれそうか考えます。とりあえず甘いものタイムです。まずはこのドイツのビオといえばのアルナトゥーラの 70% カカオのチョコレート。日本の板チョコといえば私はキリの浮舟がすごく好きでした。リッタースポーツのカカオクラッセシリーズ4枚買ってきました。それぞれカカオの生産地が違うので食べ比べしてみたいと思います。まずはこのガーナのチョコレート。そういえば最近ハマっているチョコレートも持ってきました。ベルリンの高級チョコレートラオッシュのチョコレートです。なんとラウッシュのチョコレート工場がうちの近くにあるので、お手頃価格で美味しいチョコレートが買えるんですよね。これはマイルド味のガーナのチョコレート。ちなみに2022年一人当たりのチョコレート消費量世界一に輝いた国はドイツみたいです。年間で11キロ食べるらしいです。日本は年間で2キロらしいので、その5倍の量のチョコレートを食べるんですよね、ドイツ人。これはニカラグアのチョコレートです。なんか全部美味しくて順位決めるの難しいですね。これはもう家にあったのでこっちから食べます。ペルーのチョコレート。ビターチョコが好きなのもありますが、このガーナのチョコレートとペルーのチョコレートが1位に輝きました。さてクバークのケーキですが、冷やすと意外にいけそうだったのでお友達の家に持っていきました。インスタグラムでよくドイツに行きたいなどのメッセージをいただくのですが、皆さんがドイツに興味を持ってくれて私はなんだか嬉しいです。ドイツに来て食べてみたいもの、絶対に買ってみたいものなどあればコメントに書いて教えてください。そしてもし大阪でオフ会をするとなった場合、参加してくれる方もコメントで教えてください。5月にもしかしたら日本に帰れるかもしれないので、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。